小さな島ですね。これといって特別な機材もない。仕方がありません。過去が見られるか試してみましょう。やったことはありますか？あるけれど自在に操れるわけではない。でしたら、私が補助しましょう。もう少し近くへ。私のすぐ前に立ってください。過去を見るには、大まかに二つの手段があります。一つは、当人がその記憶を想起しているときに、心の壁を越えて伺い見る方法。もう一つが、場のエーテルに刻まれた記憶を読み解くという方法です。魂に記憶が刻まれていくように、世界に満ちるエーテルにだって歴史は刻まれていくのです。もっとも、そういったものは消えやすいので、必ず読み取れるとは限りませんが。ともかく、やってみましょう。さあ、目を閉じて。いずれの個体にも損傷はなし。順調に。それぞれが目的とする星に向けて飛んでいます。およそ108サイクル後、すべての調査を終え、報告を送信する予定です。今回の伝達事項は以上。共有意識への接続を終了し、自我を復旧します。本当に良かった。ここまで失敗の連続だったからな。宇宙は常に予想を上回ってくる。人は未だ真理を掴んでなどいないのだと痛感させられた。でも私たちみんなで試行錯誤いっぱいした。だから調査ちゃんと終わる。そうだな。君たちの頑張りのおかげだ。どんな答え
帰ってくるかな。生きる理由、命の意味、なんだろうね。この中にはアーテリスよりずっと進んでいる星も、まだまだ原始的な星もあるだろう。気づいてきた文化は違うだろうし、それどころか形状すら異なる知的生命がいるかもしれない。だとしたら、きっとこの星で信じられているのとは全く別の命の捉え方をしているのではないかと思う。全く別のは、どんな？想像もつかないな。けれど、どんな答えが届いたとしても、頭ごなしに否定したりせず、考えていきたい。みんなに伝えて、弁論してもらうのもいいだろう。その先で、人だけじゃない、一つでも多くの命が、幸せを知れたらいいと思うんだ。メーティオン、自分は君に飛び方を教えたが、歩き方は、生命としての生き方は、到底教えられなかった。しかし、長い長い旅の果てに、君はきっと、それを知る誰かに出会うだろう。そうして答えを得て、再びここへ帰ってきた時には、君を大いに讃え、ねぎらおう。砂糖、ドバドバの、リンゴで？君は食べられないじゃないか。何か形にした方がいいのなら、そうだな。花を。いつかこの旅をやり遂げた君に、心から花を贈ろう。あなたはどう思いますか？そうですね。優しくとも、彼の計画が望み通りの形で進むかどうかは、また別の話でしょう。何か意図しない事故や見落としがあって、終末につながる要因を作ってしまう可能性も十分にある。そこで、次の手を提案させてください。ヘルメスにもあなたの真実を、終末のことを話してみるのはどうでしょうか。本人に最悪を望む意志がないのであれば、それを阻止すべく知恵や力を貸してくれるかもしれません。それでは急いで彼を探さなければいけませんね。あの優しい人たちが悲しい宿命に絡め取られてしまう前に、ひとまず元の島まで戻るとしましょう。